はい、こんにちは、クヨピの岩崎です。はい、今日はですね、メンズにおすすめなシャンプーを紹介。はい、では一つ目です。一つ目はですね、サクセスの薬用シャンプー、こちらになります。これすごいのが、ノズルを頭皮につけるっていう、そういった使い方ができるシャンプーになってます。なかなか普通僕らが説明するときは、地肌につけるってことはあんまりやめてくださいって言ってるんですけど、これはそれを押してるってことはそれなりに使い勝手がいいで、頭皮 の油をしっかり取ってくれる、そういったことに特化したシャンプーだと思います。フケやかゆみ、そういったものもしっかり防いでくれますので、メンズの方、頭皮が弱い方、フケが出てしまう方っていうのはおすすめかと思います。でコスパ的にもいいかと思いますので、ぜひ迷ってる方はこちらをおすすめします。2つ目です。2つ目はですね、ボタニストのボタニカルスカルプシャンプーになります。こちらがですね、弱酸性の石鹸系のシャンプーになってますので、お肌っていうのが弱酸性になってますので、それに合うような形のシャンプーになっております。ボタニストのシリーズって結構自然のものをしっかりと使った商品になってますので、それによって頭皮の状態を整えてあげたりとか、髪のツヤを良くしてあげたりとか、そういったものを導くようなシャンプーになっております。3つ目です。マーロ、こちらの薬用のデオスカルプシャンプーになります。こちらはですね、男性特有の匂い、そういったものの除去をしっかりしてくれるので、すっきり洗い上げてくれるシャンプーになっております。こちらはですね、5種類のオイルが入っておりますので、保湿力もしっかりとあります。そうすることで乾燥を防いでくれたりすることで、フケやかゆみの予防にもなりますので、乾燥肌、カサカサしてしまう方には特におすすめになります。4つ目です。4つ目はですね、こちら最近おすすめ、バルコームのメンズのシャンプーになります。化粧水とか洗顔、そういったものも結構出してるメンズラインのブランドになりますので、シャンプーもこちらも出てまして、珍しいジェル状なんですよ。で、普通のってちょっととろっとしてると思うんですけど、プルッとしたようなジェル状の状態になっております。毛穴の油汚れとかもしっかりクレンジングしてくれるので、油が匂いの元となりますので、その辺もしっかり取ってくれるので、匂いの改善にもつながると思います。しっかりですね、クレンジングしながらも膜を張ってくれるので、保護してくれる役割がありますので、髪のパサつき、そういったものも改善しやすいかと思います。5つ目です。両部方面スカルプクレンジングになります。トリートメントとかコンディショナーではなくてですね、ちょっとジェル状のパックジェルが組み合わせであるんですけど、そちらがですね、匂い除去とかしてくれるような形になるので、ちょっとだんだん匂いが気になるなという方には、ちょっとこう頭皮につけてもらって、例えば耳裏カレー臭するところが結構気になるんで、そこに塗ったりとか。でこちらはですね、オイリー肌の人にもおすすめと、しっかり油分を取ってくれるんで、先ほど言ったようにフケやかゆみ、あと匂いとか、そういったものにも結構幅広くアプローチできますので、おすすめかと思います。お肌が弱いなっていう方はぜひ使ってみてください。6個目です。アルミノのメンズシャンプーになります。こちらもですね、美容室 のやっぱメーカー品になるので、若干料金はちょっと高いかもしれませんけど、本格派を使いたい方はおすすめとなります。こちらですね、泡立ちがすごく良くてですね、それによって匂いもしっかり取れるようなシャンプーになってます。7つ目です。7つ目はですね、 H&S のフォーメンシャンプースカルプ EX になります。こちらもですね、スカルプシャンプーになってますので、毛穴の細かなちっちゃな汚れまでしっかりと洗い上げてくれることによって、フケやかゆみをしっかり予防してくれるシャンプーとなっております。で、なんといっても H&S のシリーズ自体が頭皮の状態を良くしてくれるシャンプーになりますので、市販の中でも知名度はありますし、しっかりと頭皮に対してのアプローチができるシャンプーとなっております。8個目、スカルプ D の薬用シャンプーのオイリータイプをおすすめします。オイリータイプになると、やはりですね、男性の方、油分がしっかり出る方多いかと思います。お肌もそうですよね、ニキビが多い方、オイリーな方っていうのはしっかりと油分を取ってくれるシャンプーを使っていただくことがいいかと思いますので、オイリー用をおすすめします。結構市販の中でもしっかりと値段は高い方かと思いますが、ブランドネームもしっかりついてますし、こちらですね、すごいのが汚れもしっかり落とす、油分もオイリーだからしっかり落とすような作りになっているんですが、その中でも潤いをしっかりキープしてくれるような作りになってますので、パサつきとかも気になる方にはおすすめです。で、頭皮のケア成分をしっかり含んでますので、健康な頭皮に導いてくれるシャンプーになります。張り腰もしっかり出してくれますので、ボリューム感、ペタッとなりやすい方、オイリーってやはり髪に油分が
ついてしまいますので、ベタつきやすい、そういった方におすすめのシャンプーになりますので、ボリュームアップの期待も持てます。はい、今日8個紹介させていただきました。いろんなタイプの人がいらっしゃると思いますので、その中からしっかり自分に合うもの、口コミ、レビューなど確認してから、商品を購入するきっかけとしてみてください。で、インスタとか YouTube、 そちらからコメントいただければ、そういったものを動画の、ちょっと題材にしていきたいと思いますので、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。それでは明日も美髪に、メンズも美髪に、バイバイ。